私、こいつ嫌いなの。だって、私より結城くんと仲良しだから。ね、辰巳さん。だから。やめろ！やめろ！村を包囲し。進むも、じゃあせめて私にやらせて。辰巳さん、めぐみくん、これ以上何か言うつもりならお前には期待している。幻滅させるな。わかりました。入れるわよ、招待されればね。いや、ゆきくんを他の誰かに殺させるなんて絶対嫌。さんから罰を受けようとも、私が。おじけづいたんでしょ。いいわ、私がやってあげる。私なら迷わない。清水、よせ。勝手なことをしたら辰巳に何をされるか、あいつの怖さは知っているだろう。知っててやるのよ。でも起き上がる確率も低くないわ。死んじゃったとしても、私が手を下したんなら。辰巳さん、私。結城くん、分かって。あなただって全然知らない人よりいいでしょ。ね、結城くん。うつだわ。私どんどん田舎の方へ追いやられてる。山奥の吸血鬼の村なんて。四季というんだそうだ。ええ、誰かを襲うの？君の友達の田中香織。香織を？私がやります。こんばんは、おじさま。ちょっとジュースを買いに。暗いから足元に気をつけるんだよ。はーい。死んだ。おじさまも気をつけて。